縄深水税学校へようこそ。ミスター R です。今日はガン玉のつける位置、大きさ、そしてそこにつける意味について、私なりの考え方を解説していきます。今日の動画を見れば、様々な状況でのガン玉の役割を理解して、状況によっての使い分けができるようになると思います。普段はなかなか意識していない人が多い重要なガン玉の使い方なども紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。流れのある釣り場などで、私が仕掛けの中で最も買えるのがガン玉です。ガン玉とはこのような大きさからこのような大きさまで様々な種類があって、一般的に販売されているのは14種類になります。こういった軽いものでは1つあたり 0.07g と非常に軽いものになっています。1円玉が1枚 1g になりますので、とても軽いということがわかると思います。この重り1つつけるだけで超過は変わってきます。最初は難しく聞こえるかもしれませんが、ガン玉をつけることによって何が変わるのかが分かれば必ず理解できるようになります。なぜこんな小さな重り1つで超過が変わるのでしょうか。これはガン玉をつけるのとつけないのとでは、海中で差し餌のある位置が変わることが原因の1つになります。今日もポイントごとに分けて解説していきます。1、無風状態。2、風が吹いているとき。3、流れがあるとき。4、遠投をしたとき。5、高活性のとき。6、仕掛けを張るとき。7、ハリスの強度を生かす打ち方。1、無風状態。ここでいう無風状態とは、仕掛けが入るのを風が邪魔しない程度の状態とします。それではどの位置にどれくらいの大きさのガン玉を打てばいいでしょうか。一般的に深瀬釣りで市販されている巻き餌でイメージしてみましょう。ここに10秒で1メートル沈む巻き餌があったとします。そして仕掛けは10秒で70センチ沈むとします。ここでガン玉を追加することによって、巻き餌と仕掛けの30センチの差を埋めることができます。それくらいの沈む速度の巻き餌なら、 G6 のガン玉をミチ糸とハリスを直結したこの位置に打ってみるといいと思います。ここではミチ糸に打つかハリスに打つか人によって分かれてきますが、ハリスに打つことでガン玉を下げて使うこともできるので、私はハリスに打つことが多いです。そしてガン玉を打ったら、先ほどと比べて巻き餌と一緒に沈んでいくかどうかを観察します。1個のガン玉で同調しないときは2個目のガン玉を打ちます。2個目のガン玉を打つ位置は、1個目のガン玉と針の間、ちょうど中間地点に打つのがおすすめです。均等にガン玉を打つことで仕掛け全体に針ができて当たりが出やすい状態になります。実際の海では海面の反射などで細かく観察できなかったりすることもありますが、大切なのはできる限り観察して合わせていくことです。こういった巻き餌と刺し餌の同調の練習をするときにおすすめなのが、なるべく海水が透き通っていて海中が見えるポイントで釣りをするということです。そういうポイントで練習を繰り返していけば、海水が濁って見えないような場合でも、だいたいどれぐらい沈んでいるかということが感覚的に分かりやすくなってきます。2、風が吹いているとき。次に考えなければならないのが風の影響です。釣り竿が高い場所で竿を出しているときなどは、このように竿先から海面までの道糸が風に取られてしまいます。それに対して海中に入った巻き餌は風の影響を受けないので、流れに従って沈んでいきます。このままでは沈んでいった巻き餌と仕掛けがどんどんずれていってしまいます。特に道糸が太ければ風を受ける抵抗も大きくなってしまい、さらに道糸が膨らんでしまいます。そうすると糸老けといって余分な糸が出てしまって、小さな当たりが出ても釣り人はわからない状態になってしまったり、当たりが出ても釣り人が気づくまでには魚が餌を離してしまったりします。こういった状況ではガン玉を追加して仕掛けがしっかりと
魚がいる深さまで入るように調整します。釣り人の後ろから風が吹いている時はそれほど影響がありませんが、横風の時は特に仕掛けが入っていくか確認することが大切です。3、流れがある時。潮の流れが速くなった場合、ニチ糸やハリスが流れを受けて浮き上がってしまい、仕掛けが入りにくい状態になります。こういった状況でもガン玉を追加していきます。潮が流れ出した時は当たりが出だすことも多くありますが、この時に仕掛けが入りにくくなるということを知っていないと、魚の食い気があるのにどれだけ流しても当たりが出なくなることさえあります。そしてここも非常に大切なところですが、激流ポイントでとてもよく耳にするのが、潮の流れが速すぎて仕掛けが入らなかったということです。私はこういう状況では仕掛けが入らないのではなく、魚のいる殻に挿絵が入るように仕掛けを変えていかなければならないと考えています。そのためにできることがガン玉の追加です。基本的な考え方としては、潮の流れは釣り人の仕掛けに合わせてくれないので、釣り人側が積極的に流れに合わせていかなければいけません。具体的には G5 のガン玉をつけて沈まないなら G5 のガン玉を段打ちします。それでも入らなければさらに均等に3つ打ったり4つ打ったりして、魚のいる棚に仕掛けが入っていくように調整します。それでダメなら G4 のガン玉を追加したり、さらに重いガン玉を使って魚がいる棚まで届くようなガン玉の打ち方をします。とにかくここで一番大切なのは、どんなに魚の食い気があっても魚がいる棚まで仕掛けが入らないといつまで経っても釣れない状態になってしまうので注意です。ただこの考え方には例外があります。それは流れの変化が非常に激しい場所でのガン玉使いです。潮の流れが緩くなったり速くなったりを短時間で何度も繰り返す釣り場があります。そういった釣り場で流れに合わせてガン玉を変えていった場合、ガン玉を打ち終わって仕掛けを投げた時には別の流れになっていたりすることもあります。こういった傾向は漁港などよりも潮の流れの速い磯や沖堤防などに多いです。こういう状況ではガン玉を変えないのも作戦の一つです。変化が激しい流れに合わせていくのではなく、同じガン玉使いで攻め続けることによって、流れとガン玉があってその瞬間に食ってくるというパターンです。これは私が今までに潮に仕掛けを合わせようと何度も何度もガン玉を変えているにもかかわらず、ガン玉を変えずにやっている方が釣果がそれほど変わらなかったことから学んだことです。なので流れの変化が非常に激しい場所ではガン玉を変えない、これも引き出しの一つとしていただけたら嬉しいです。次に考慮するのが4、遠投した時です。ここも今まで意識してこなかった方にはとても大切なところになってきます。基本的にサスペンドラインといって深瀬釣りの主流になっている海面下を漂うような特徴がある道糸で釣りをした場合、遠投すればするほど仕掛けが入りにくくなるということがあります。その場合はガン玉を追加して仕掛けを入れていく必要があります。これはなぜかというと、皆さんがロープを引っ張るイメージをしてください。5メートルのロープと50メートルのロープがあった場合、どちらが楽に引っ張れるでしょうか。地面との摩擦やロープの重さの影響で、当然短い5メートルの方が簡単に引っ張ることができます。同じように遠投することによって、ラインが海中に入ってきたくてもこの引っ張る力を超えていないと仕掛けが入りづらい状況になってしまいます。そのため遠投した時に仕掛けが入りづらいと感じた時はガン玉を追加して狙うのがおすすめです。5、高活性の時。これから水温が上がる時期や活性の高い時期、餌取りが多い時に有効なガン玉の打ち方を紹介します。基本的には魚の食いがいい時はガン玉をどんどん追加していきます。例えば水深10メートルのポイントがあり、そこまで仕掛けを落としていくのに2分かかるとします。
極端ではありますが、こういう状況でガン玉を追加して10メートルを先ほどの半分の1分で沈めるように調整していけば、魚が当たってくるチャンスが増えます。大抵活性が高い時は仕掛けが早く入っていっても反応して食ってくるので非常におすすめな方法です。活性が高い時は餌を落とす速度を速めることで魚に見切る時間をなくして反射的に食いつかせるようなイメージです。ルアーフィッシングで例えると高速でルアーを巻いているようなイメージです。この場合の注意点としては、ただ大きなガン玉をつければいいというわけではないということです。なるべく刺し餌から落ちていくように調整していくことが大切です。刺し餌から落ちていっているかどうかは自分が見える範囲の手前に垂らしていって観察するといいと思います。6、仕掛けを張るとき。この方法は餌取りの種類や深さを特定するために使う方法です。仕掛けがこのようにだるーんとたるんでいると魚が餌を食っても釣り人は当たりを把握することができません。また例えばこの位置にガン玉を打ったとします。針とガン玉の重さなどにもよりますが、ガン玉から先に仕掛けが沈んでいったとき、こういったときに魚が餌を食べて動いたとしても釣り人は当たりが分かりません。こういった状況で餌取りなどの小さい当たりも拾っていくためのガン玉の打ち方を紹介します。私がこういう状況でよくやる釣り方としては、1号機などで仕掛けを一気に沈めていって針の上30センチの位置に 2B のガン玉を打ちます。状況によってはガン玉をさらに針に近づけて10センチくらいの位置に打ちます。このように仕掛けをなるべく張るようにすると細かい当たりも出るようになります。特にファミリーフィッシングをやる方などで何でもいいからとりあえず釣りたいという方は、この方法にすることで当たりはかなり増えると思うので、ぜひお試しください。ガン玉が針に近すぎると魚が違和感を感じて餌を食べなくなることもあります。そのため先ほど説明したように、まずは針の上30センチの位置にガン玉を打ってみて、それでも当たりがなく餌が取られるならガン玉を針にさらに近づけていきます。そして針にガン玉を近づけていって餌が残ってきたら、その時は今度は20センチ程度ずつガン玉を上に上げていきます。ここでのポイントは、餌が取られるなら針に近づける、餌が残ったら針から遠ざけるという調整をしていくということです。この調整をしていけばきっと当たりが出ると思います。餌取りの種類が分かったら、今度は餌の種類でかわしたり巻き餌枠でかわしていきます。餌取り対策に有効な餌取り対策の動画や練り餌解説動画も出していますので、ぜひそちらの動画もご覧ください。7、ハリスの強度を生かす打ち方。最後にはハリスを傷つけにくいガン玉の打ち方を解説していきます。特に細仕掛けをするときにおすすめなのが、ガン玉でハリスを傷つけないようにハリスにティッシュを巻くという方法です。普通のティッシュ1枚だと分厚くなるので、1枚のティッシュをこのように2枚に分けて使います。そして2枚に分けたティッシュをさらに小さくちぎります。このように小さくちぎったティッシュをくるくるとハリスに巻きつけます。実際はガン玉の大きさくらいにやるんですが、今は説明で分かりやすいように大きくつけています。このようにティッシュでくるくると巻きつけた場所にガン玉を打ちます。これをするだけでハリスに傷がつきにくくなり、ハリスの強度を最大限に活かせるようになります。またガン玉をつけるときに使うペンチの注意点として、強く握りすぎるとハリスを傷つけてしまったりします。私はペンチを強く握りすぎないように、このように握り込むのではなく3本指で軽く握るようにしています。このやり方で3回くらいに分けて
ペンチを握るのがおすすめです。一回握ってガン玉を動かしてみて、しっかり止まっていないならもう一回、それでも止まっていないならもう一回締め込むというように、少しずつ力を入れることでハリスが傷つきにくくなるので、ぜひお試しください。今日はガン玉の打ち方やその理由について解説をしてきました。私の動画では他にも初心者の方でも釣りが上手くなる、楽しくなるように様々な釣りの解説動画を出しています。ご不明な点があれば何でもお気軽にコメントをお待ちしています。新しい発見があったら高評価、チャンネル登録していただけたら嬉しいです。今日もご視聴いただきありがとうございました。